しいとだけ写真もあるさんから。ほんまに。いいね。撮れてますか？うん、そこそこ。そこそこ。たまにやっぱ通信止まったりするけど。ああ、すごい。2個ずつ。はい。ああ、ありがとう。やった。ありがとう。お下げのお菓子です。ありがとうございます。はい、2個ずつで大丈夫ですかね？正しいですかね？ちゃっかりもらった。じゃあせっかくだからそれを入れてもらおうかな。あ、これはい。チョコに合いそうですもんね、ランドクランドショー。うんうん。チョコに合いそうじゃないですね。コーヒーですよ。コーヒー。すごい普通にお茶ここにあってあ、なるほど、すいません、これお茶いいですよね。お茶も飲まれるんですか？どちらかとお茶が好きなんです。あ、本当ですか？私はお茶好きです。どちらかと来客用というか、それに置いてて、できる限りお茶飲む。あ、そうなんですね。飲む？ああ、飲まないかもしれないけど入れてあげて。え？飲まないかもしれないけど入れてあげて。あ、わかりました。入れる動き。そう、どうかな。美味しい。はい。飲まん。飲まん。これは飲まない。そっか。あ、また最後飲まなくていいけど。一応。一応。先生は？あ、今でもお茶飲んでる。あ、お茶飲んで。なるほど、わかりました。私もコーヒー自分の方に入れるので、とりあえず2コップ出して2つスムーズを触って入れます。よいしょ。し神経とかもやるんですか？向いてますもんね。あ、でも面白い。いや、ちょっと待って、面白いな。で、なんかフィードバックのレポートをかけて言われて、あ、そうなんだ。水田のフィードバックは言おうかな。あ、なんか生命じゃなくてもいいっていう。あんまり
あの制御のフィードバック。ああ。え、どういうのがあるんですか、ちょっと。どういう時に使うんですか。エアコンぐらいしか思いつかないんですけど。いや、そう、自動車の自動運転とか。まあ、ロボットが機械とか何でもフィードバックで使うけど。ああ。ずれたり補正するだけ。へえ。エアのセンサー値と目標のセンサー値を合わせるように次の入力を決めないといけない。そこフィードバックで。へえ。これがいい。レポートかけそう。わかんない。ちょっと自分で調べるけどって感じ。あ、自動運転。産業用の機械もいいし。ああ。消費授業なんか。物を取るときも自分にネフィルバーかけてるし。え、こんなもんよく目的地に合うより先伸ばすときに。あ、ずれてるってこう補正するのもフィードバックでしょ。あ、そっか。目的地ここで、目つぶってやるのこれフィードフォワードで、これフィードバックになる。あー、フィードフォワードっていうのが対義語みたいな。もう、なんだろう。今のセンサー値気にしないで、もう決められた動きだけをする。決められた通りに動いていくというのがフィードフォワードで。ちょっと今の視覚情報を使ってあってをこう一応微妙に補正していくのがフィードバック。あ、あ、全然子供の意味じゃなかったんで。あ、そういうことか。ありがとうございます。うん、機械的には発想だけど今のフィードバック、フィードバック、あ、セレブ屋さんが抱いてるフィードバック、フィードバック、また微妙ずれてたらね。いやー、どうでしょう。でもやっぱその起きた結果、なんか起きた結果に対して補正をかけるみたいな、やっぱそこら辺は一緒だと思います。なんかホルモンが出すぎたから、できた、できすぎた、その生成物によって、そのホルモンを分泌するところに働きかけて止めるみたいな例がやっぱ多いですけど、やっぱ一緒ですもんね。ああ、面白いな。
丈夫とか。あったかいと思う。あ、俺もこれ、これなら俺飲めれる。ガッキーが苦手なんだけど。あ、そうなんだ。じゃあいただきます。はい。あ、ごめんなさい。コーヒーを買うのがある。